前に完成できたら。完成はできないよ。あの、はい。時間ないんだからさ。自分がやれるっていう意識があるんだったら、そういうことを考えるけど、どうなの？考えたいです、まだ。考えたい。はい。やるかやらないかだよ。それしかないんだよ。もうやるんだったら間に合わせるしかないんだよ。それだけだよ。これデビューさせてあげるよって言ってくれてるんだから、やります。はい、小熊選手、見事先日行われたプロテストで合格し、急遽 11.4 コラケンホールで大会でデビューが決まりました。意気込みをお願いします。はい、もう2週間で、はい、あと2週間しかなくて早いと思うんですけど、プロテストを勝った、まあ、勢いもあるんで、勢いと気持ちで頑張りたいと思います。はい、まだデビュー戦の相手が誰になるか分かりませんが、来てくれたお客さんにどこを見てほしいですか？そうですね、技とかは、まあ、完成はできないんで、気持ちと勢いそれくらいしかないので、気持ちと勢いでやってやります。とにかくやります。はい、記念すべきスターダム100回大会記念でのデビューとなりました。最後にファンの方にメッセージをお願いします。はい、そうですね、まあ、技とかはいいんで、その迫力とか気持ち、あと勢いを見てインパクトに残せるような試合をしたいと思っているので、応援よろしくお願いします。頑張ります。